久々に BFIT で筋トレのメニューやったらものすごい汗が吹き出しまして、ちょっと汗だらけですいません。ローソンかな、ローソンで買ったローソンセレクト豆腐そうめん風です。あ、これ水切るんだ。ちょ、水切ってきました。でここにめんつゆ、そして生卵、じゃらーん。美味しいんですけど、食べるときズルズルズルってなるんですよね。いただきます。うん、うまい。気分です。うん、気分が出してるやつだ。ネギがあったんだ。ネギを死ぬほど入れてきました。生姜も入れよう。私 WeFit、 ずっと WeFit ヨガしかやんなかったんですけど、久々に筋トレメニューもやったら全然できなくて、なんか腕立て&横バランスっていうのがあるんですけど、腕立てしてで片手でこうなんていうか扇バランスみたいなやって、また戻って腕立てして反対もやってっていうのがあるんですけど、それがあまりに辛すぎて、あ、もう筋肉落ちてたんだなって。ごちそうさまでした。あ、で本当にやりたかったのはあれですね、あの前回の動画で紹介したっていうか、ちょっと話したあのミスドである氷コーヒーっていうあのドリンクメニューを家でできないかっていうやつで、あのすでにもうブラックコーヒーを、氷にしました。でこれに牛乳をかけていきたいと思います。ちなみにこれ今製氷機から取ったんですけど、なんかやっぱ水とは違って しなしなって出てきました。パリパリって感じじゃなくて、おっと、ビジュアルが最高に美味しいですね。いい感じにカフェオレになってきました。じゃあいただきます。うん、すぐなくなるこれ。うん、うん、え、想像通り美味しいですね。うん、これブラックのコーヒー凍らしたんで全然甘くないんですけど、でもこれでも普通にいけるぐらい、うん、美味しい。ちょっとグビグビいっちゃうんで危ないですね。あ、そっか、あのミスドの本当のあの氷コーヒーは氷がすごく細かいんですよね。だからこうなんていうか溶けるのも早いんですけど、普通のご家庭の製氷機でやったので氷がでかくて溶けづらいんですね。でもなかなかに美味しいですこれ。多分ガムシロとか入れて甘くしてもすごく美味しいと思います。うん、美味しい。はい、というわけで氷コーヒーを家で作ってみたよという動画でした。ごちそうさまでした。